倒せなければ僕は認めてもらえない。さまよい続けるしかないんだ。よかろう、若造。我が弟子トータに勝てたら相手をしてやる。こやつに勝てねば話にもならん。え、雪姫、何を勝手に。すまない、コナイ君、僕と戦ってくれ。え、待てよ、クローマル。クローマル、話せば。よけた、あんな適当な動きで。さ、何しやがる。俺たちが戦う理由は何もねえだろ。言ったはずだ、理由はある。わっとわってよ、クローマル。戦ってやる。その代わり一つ条件を飲めよ。勝った方が負けた方の言うことを何でも聞く。何だと。俺に何のメリットもないのに戦うわけないじゃん、アホらしい。ただでさえそっちだけ剣持って超不公平だし。わかった、条件を飲もう。どのみち僕の望みはエヴァンジェリンとの決闘のみ。受け取れ。よっしゃ、そういうことなら俺にも戦う理由はあるぜ。何？おお、この二人なかなか。やっぱこいつ強え。よし、一致雪姫に教わったあれやってみっか。型はめちゃくちゃなのにこの戦闘感見事。しかしそれもこれで終わりだ。お、吸血鬼とはいえ首を落とせば活動は低下する。すまない、コノイ君。残念だったな、お前の勝ちだ。はあ、死ぬかと思った。あ、死なないんだっけ。